春湊と海雄大。ふわっと立つ形でした。ちょっと突きを食らって一瞬腰が後ろに砕けかけたんですが、あ、この押っつけいなしも効いています。完全に横向いてしまいました。うわ、しかし逆転か。最後なんとすくい投げで逆転、物言いはつきません。つかないようですね。お、大したもんだね行司さん。うん、勝ったのは春湊です。海雄大の左の肘がやっぱ早かったのかな、ね、掛け投げみたいに最後、あ、はいはい、こうやってひっくり返ったように見ましたけどね。内容はもちろん春湊ではありましたけど、まあ、海雄大ね、もう絶対絶命でここから帰って、確かに肘が早いんだね。相手裏向きですしね。